三河鉄道機重計13三河鉄道機重計、機動車は三河鉄道が申請したガソリンカー。1930年12月に鉄道省が運行を開始した省営バス岡田線は三河鉄道にとって大きな脅威となった。当時、三河鉄道は1928年から自社でも岡崎駅前大場時間で直営バスを運行しており、 さらに同じ区間には1927年4月16日に岡崎電気軌道を合併したことで主中にした自社の軌道線である岡崎市内線も存在、このため同一区間で3種の交通機関が競合するという事態となったのである。そこで三河鉄道は田嶋までの直通という点で優位性を持つ省営バスに対抗すべく、その運行開始前に、 自社で建設を進めていた鉄道線である岡崎線と岡崎市内線の2つの異なった規格の路線を結合、岡崎駅前衣を直通する列車を運行開始し、省営バス運行開始後に予想される旅客の一層を抑止することを計画した。だが、当時の三河鉄道の鉄道線は、河川電圧 1500V の直流電化。 軌動線は明治以来の河川電圧6 0 0トの直流電化であり、期間こそ同じ1 0 6 7ト、mm、ルであったものの、電化規格に互換性がなかった。そのため電車で直通運転を実施するには、軌動線区間の河川電圧を直流1 5 0 0トへ昇圧するか、あるいはその反対に、鉄道線区間の河川電圧を直流6 0 0トへ高圧するか、さもなくば、 双方の電圧に対応する副電圧車を用意するかのいずれかの対応が必要であった。だが、当時2両の小型に軸ボギー車を除き在籍旅客車がすべて木造に軸単車であった。軌道線側の前線昇圧は事実上全在籍車両の入れ替えを要するため合理的な方策とは言い難く、また鉄道線側の高圧は軌道線車両の昇圧工事よりは 容易に実施可能であったものの車両性能の大幅、低下をもたらすことになり、さらに変電所負担も増大することになるため、いずれの策も取りがたい状況であった。しかも、軌道線側は、脆弱な軌道条件かつ厳しい車両限界の制約が課される状況にもあったことから、重装備の復電圧車の投入も困難であった。そこで、三河鉄道は、 鉄道線と軌道線の双方を直通可能な車両として両線の電化方式に制約されず、さらに軌道線の荷重制限の範囲内での設計が比較的容易な小型軽量ガソリンカーの製造を決定。1929年に日本車両製造本店で基準系の3両が申請された。軌道線へ直通する必要から車体長 9700mm。 車体幅 2286mm、高さ 3475mm の小柄な車体を備える。車体は秒節を主体とする半構性で窓の上下にそれぞれウィンドウシル及びウィンドウヘッダーと呼ばれる補強体を露出させた設計当時としては一般的な構造となっている。本形式はホーム高さの異なる鉄つ動線を直通する必要から、 上高扉の高さも2種を設定する必要があり、そのため両端に1段のステップを内蔵し、さらにその下部に1段の折りたたみ式ステップを備えた、機動専用客用扉を設け、中央に、それらとは別に鉄道線の高いプラットフォームに対応する客用扉を設けた、このクラスの小型車としては、異例の3、扉車として設計されている。 そのため窓配置は 1D1D2D1 で、側窓は上段上昇式の二段窓となっている。つま面はこのクラスの小型機動車の標準に従い、また、機械式変速機の操作の必要性から、運転台スペースを大きく取る必要もあったことから、つま面中央に柱を立てた2枚窓構成として、左側の1枚分の区画を運転台に割り当てている。なお、 機動法での規定に従い、つま面下部に救助網を設置しているのも本形式の特徴である。小型車であったことから、定員は、着席24名、立、席28名の合計52名に抑えられ、座席は、ロングシートで両端部に置かれた、半室式の運転台の反対側にも座席が設けられている。機関として、アメリカ、ウォーケシャ 6SRL ガソリンエンジンを、 搭載する。変速機は機械式で逆転機は最終減速機と一体のギアボックスを2本の転動防止用リンクで台車のトランサムと連結する。設計当時の日本車両製造の標準設計に準じる。台車は同台車が軸拠線 150mm プラス 750mm として心ざら位置を同軸よりにずらすことで、 同軸の荷重を増大させる変身ボギー台車。受台車が軸巨ミ5 0 0 m m の均等配置のボギー台車となっており、いずれも傾向。当初は計画通り、岡崎駅前衣館を直通する運用に重当された。だが、日中戦争の開戦後、それまで極めて低価格でガソリンが販売されていた日本の石油市場は次第に状況が悪化し始めた。 特に太平洋戦争勃発に伴う経済統制は石油市場に大打撃を与え軍需物資であるガソリンの販売は軍用を除き厳しく規制されるようになった。このため本形式は石油大、その後1941年に実施された三河鉄道の名古屋鉄道への九州合併の際に改版が実施され本形式はキハ150型となったが その後ほどなくエンジンを下ろして付随車化され、釜氷線で使用された。もっとも車席上はキハ150型と機動車のままで、戦後まで在籍しており、戦後1947年に正式に電車用、付随車化され、サ2280型となり、厚見線に転属となった。1954年10月1日に、厚見線が豊橋鉄道に譲渡されると、 これらさ2280計算量も豊橋鉄道席に編入され、そこでかつての運転台に直接制御機を搭載するなどの改造を実施して制御車か区2280型へ再開版された。同数の3両が存在したも150型を型運転台とし直接制御の MT 編成を組んで運用された。さらに3両とも中央扉が埋められて、 片側に扉化されている。埋められた箇所には、他よりも、若干狭い側窓2枚が新設された。三河田原も151区2281も152区2282も153区22831962年、2281と2282はも1300系2両の入線に伴い、下記の通りとなった。 も152も151も1301区2281も1302区2282も153区2283も1300型と組んだ2両については連結面側に貫通路が新設されたほか主回路変更に伴い床下に主定工機が新設されているその後1966年も1300系の 間接制御化改造に伴い、これに合わせて2281.2282について、HL マスコンへの変更、指定後期の撤去、前面へのジャンパ線及びエアホース新設、前消灯のシールドビームにとか、微灯増設等が行われている。一方、1967年2283が廃車された。 残った2281.2282は1968年に空運2000型に改版されたが、2001は1969年、2002は1971年にそれぞれ廃車されている。2002の廃車体が公私検釈の倉庫検査業場として使用されたが、研修小建て会に伴い2007年頃、解体されている。 名鉄座2280軽電車に関するカテゴリー、豊橋鉄道区2000軽電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。